皆様こんにちは。ピアニストの小池美奈です。今日はプロのピアニストになろうと思ったタイミングはいつですかというご質問にお答えしていこうと思います。最後まで聞いてください。そうですね、これといってこの時にプロになろうと思ったタイミングがあったわけではなくて、どちらかというと常に私の意識のある中の人生では常にピアノが常に音楽が共にあったので、ない音楽のない人生は考えられないかった、考えられないという日々が重なって、ただ育った学校がみんな一斉に大学受験をするという環境だったので、一つはそこで自分は音楽の道に進むというふうに決断した時は一つきっかけではありましたし、だからといってプロのピアニストになりたいからという強い思いがあったわけではなくて、一つのきっかけ、後から見れば一つのきっかけだったかなというのはあります。あと大学を卒業してアメリカ留学に行くことになるんですけれども、そこのタイミングもまたタイミングとしてはその2つが大きいかなと思うのですが、いずれも何かを目指していたわけではなくて、もっともっともっと音楽を知りたいだったり、もっと勉強したいだったり、もっと上手くなりたいだったり、そういう気持ちの延長上といいますか、そういう気持ちがただただ連なって、今日まで手に至るという感じでございます。演奏にも影響がありましたけれども、まず人間としてこう自分がどんな人であるか、どんな人間でありたいかというのがキュッと絞られていく感覚は感じていたし、今帰ってきて日本で過ごしてみて、やっぱりアメリカで過ごした日々があったからこそ、そういう核となる部分が出来上がったなというふうには感じています。でもちろんそれが私が演奏するわけですから、演奏にも必ず反映していると思うので、どういう方向でどういう風になったかっていうのは、こういう音楽にしていきたいなという思いでは、クラシックの音楽家っていうのはそういう部分には強い思いを持っていないと思っていて、我々はこう作曲家が残してくれている楽譜をいかに作曲家が込めた思いをその譜面から読み込んで自分を通して再現できるかというところに命をかけていると思うので、特にこういう音楽を作っていきたいとか、こういう風になっていきたいっていうのは常にない思いではあるんですけれども、ないからこそこう自分の芯がキュッキュッと定まってくるにつれて、その見てみたい音楽、作曲家が残してくれた音楽をなんて言えばいいのかな、難しいですね。再現できていると言ったらおこがましいですけれども、自分の形でこう実現していけていっているんじゃないかなというふうに思います。私は東邦学園大学という音楽大学を卒業して、もうその年の夏にはアメリカでの留学がスタートしていたんですけれども、もちろん留学先であったニューヨークに就きたい師匠が
いらしたというのが一番の大きな理由ではあるものの、もう少し内面的なことに触れてみると、恵まれたことにすごく温かい家庭で育ったので、特に不満もなく、不便も不満もなく育っててもらったんですけれども、心のどこかで音楽をやっていく身としては、もっと厳しい環境にも自分を置かなくては育たない部分があるだろうというのは、留学云々以前の時からなんとなく感じていて、それをこう実際に行動で移せるというタイミングが、その大学卒業、次の進路を決める時だったので、というのも留学を決めた決め手ではありました、いただいたご質問のお返事からの私の留学生活のお話導入編という感じの回となりましたが、いかがだったでしょうか。当時の生活があってこその今の私の演奏だと思うのですが、これからも日々怠けることなく、日々音楽を求めて進んでまいりますので、これからもぜひ応援いただけたら嬉しいです。それではまたね。さようなら。